それでは時間となりましたので、ここからはパネルディスカッションを開始いたします。このパネルディスカッションはパネリスト2名、モデレーター1名の計3名で行います。司会進行役はモデレーターの情報理工学部教授西尾が務めます。では西尾先生、よろしくお願いいたします。ご紹介ありがとうございました。情報理工学部の西尾です。これ入ってます。マイク入ってます。聞こえてます？ あこれは大丈夫そうなんで,、えーとえーとですね、このパネルディスカッションは、えー、社会に受け入れられる、えー、サービスの作り方という題で、えー、3人で進めていきたいと思うんですけれども、あのー、私の研究室は学生さんたちに入っていただくとまず自分が欲しいものを作ってくださいっていうことをよく言うんですねで自分が欲しいものでいいから作ってもらうとまああのー 物を作っていくっていうことが少しずつ分かってくるというかえと将来社会に出たらえ人が欲しいものを作っていかないといけないのでまあえとそれができる素地をえ作ってもらうっていうことでまず自分が欲しいものを作ってくださいっていうことを言うんですね。でさらにその社会に出てからえやらないといけないのはあの自分たちの会社が作ったものが社会に受け入れられて 広がっていいいいいかないといけないとととけうことでまあどうやってそういうことを具体的にやっていけるのかということを少しえ今日のパネルスパネリストの皆さんとえ話していきたいなというふうに考えていますじゃあ,あのパネリストをご紹介したいんですけれどもはい今日はお二方ですねあの阪神電鉄株式会社から小坂光彦さんとそれからソニーモバイルコミュニケーションズから 坂本範明さんあのお二人に来ていたただきました、えー、お二人はですねえっと皆さんにあの耳なじみのあるものを作っておられたり新しいサービスを会社の中でまず会社を認めさせてやらせていただいてそれで実際に社会でもそれを広げていくっていうことをあの戦っておられる方々なのでぜひ貴重なお話 聞かせていいいたただきたいなと思いますあもう一つですかであの小坂さんはですね、えー、っと慶応の環境情報学部をご卒業されてですねこれあの1990年入学ということなので、えー、っといわゆる SFC の1期生なんで非常にあの湘南藤沢キャンパスできて最初の卒業生が。 何するのかっていうのは非常に注目された、えー、お一人でもあられてで、えー、小坂さんはですね卒業されて、えー、関西に戻ってこられて、えー、阪神に入られて、えー、新規授業開発いろいろやられてこられたで、えー、その中でも最初は最初なんですかね、えー、とスルッと関西で、えー、皆さんもご存知のピタッパの授業を立ち上げるのに参画されてあのご尽力された。 で阪神にあの戻られてから、えー、ICT を活用した見,見守り事業ですねあの見守る目っていうのはもしかしたら知ってる方もいらっしゃるかもしれないんですけれどもそれをあの立ち上げられた方で,で、えー、最近では子ども向けのロボットプログラミング教室これもいろいろとありますけれどもプログラボというのを、えー、社内起業されています。 えっともう1ついきましょうか。えすみませんね、坂本さん使っちゃって。<laughs> えっと坂本さんはですねあの、本学の情報理工学部をご卒業された後大学院に進まれて、まあ、あのいずれ分かるんで言っちゃいますけど、私の,あの研究室の学生さんでした。で、えー、その後ですね、ソニーに、えー、入社され、今はソニーモバイルコミュニケーションズでご活躍中です。主にやられてるのは えー、皆さんご存知のエク,エクスペリアの開発及、えー、び端末だけじゃなくてサービスの企画設計業務に携わっておられるということで、えー、本当に実サービスがどういうふうに動いていくのかっていうのがあの聞けると思いまして非常にワクワクしてますであのまあ新規にサービスを社会に受け入れていただくためにやっていくということで今 僕ら3人あのお話ししようと思ってるんですが実はこの3人はですねこういうサービスを作って社会に認めていっていただくっていうのは最近は社会実装っていう言葉であの呼んでますでこの社会実装をしていくにはまずですね、まあ、構想をちゃんと練って次にそれを、えー、部分的に実証を実験するとか検証していくっていう作業が必要です でここが非常に苦しくっていろいろ問題がいっぱい出てきて一つ一つ解決していってうまくいきそうだな受け入れられそうだなっていうところになってくると今度それをちゃんと回っていくようなその事業に変えていくっていう作業が必要です。でこの事業化してはい動き始めました売り物になりましたお客さんつきましたとなるとそれをずっと動かし続けるというこの運用がまた 運運営営でですすねねがまた大変なんです、ね、でこのサイクルをずっと回していくというのが事業立ち上げになるんですけれどもいいですかこれあの先ほどの,その、えー、阪神さんの見守る目の場合で言うとですね実はこの構想から事業化までっていうのをあの私あのやらせていただいてましてで、えー、坂本さんはですね私のもとでやらされておりまして。<laughs> <laughs> まあ実証実験とかですね、非常にあの手伝っていただいて、あの後でもしかしたら話も出るかもしれません。で、小坂さんは実は、あの我々立ち上げてきたこの授業を、本当にその阪神さんの授業として、授業化していただいた方で、あ,あの我々変なところでいろいろつながっているという中でございます。 で実はここに来られている高校生の方々っていうのは、実は半身、安心、見守る目、あの子どもの陶芸校見守りなんですけれども、これが立ち上がったのが2011年なので、今の高校2年生は、実はもしかしたら小学校6年生ぐらいで見守る目にはいいお願いします、まあ、ギリギリ参加されていた方がもしかしたらここにいらっしゃるかもしれません。そ、まあ、そういういわけで今やその見守る目も 800以上の,校あの学校で、えー、社会実装されているということで、あの非常にその後、えー、小坂さん、どういうことをやられているかというのを非常に楽しみにしております。じゃあ、あのそれでは早速、小坂さんの方からパワ、えーポイントを変えていただいて。 まずお話をいただきたいと思います。えー、皆さんこんにちは。改めまして、あの最初ご挨拶だけ正していただきます、ね、皆さあ、こんにちは。あの阪神電気鉄道の小坂と申します。えー、すあの座ったまま話させていただきたいと思います。えー、まああの題名としましては、えー、阪神電気鉄道と新規事業ということでお話しさせてあげたいと思います、えー。頂戴しました題目の通り、社会に受け入れられるサービスの作り方ということで、えー、今回は、えー、私が担当しております。 え見守る目そしししててプログラボ、えー、この事例を、えー、挙げましてお話したいと思います見守る目というサービス、えー、先ほど、えー、西尾先生からもありましたけども高校生の方でご存知の方ちょっとあいらっしゃいますねありがとうございますあの使われてた方いらっしゃいますかあありがとうございます、えー、ちょ実はあのヒヤヒヤしながら <laughs> あの聞かせていただいたんですけども小学校の時使ってましたか小中ですか あ、ちなみに学校を聞きしていいですか、小中。<laughs> あ、西宮ですね。はい。あ、関西学院さんですね。あ、ありがとうございます。<laughs> あ,のあの、早速お客様にあの出会えて良かったなと思います。<laughs> あの、実は見守る目というのは、えー、IC タグ今お持ちしてますのが、えー、こちらになります、えー。この黄色いタグですね。これ見覚えありますか。えー、このあ、持ってありますか今。 ありがとうございます <laughs> あのこの黄色いタグをですねあのランドセルに入れておいていただきますと肛門通過時に親御さんお父さんお母さんにメールが届くというサービスですでこの実は見守る目というのはこの登下校メールというサービス以外に一斉メール配信サービスというのをやってますこれはあの実は無料です 学校ささんんから保護者さんに対してメールを送ることができますなので、えー、おそらく使われてた方お母様例えば台風なんか起こった時ですね「あの今日は休校します」とかそういった情報を学校さんから親御さんの方にメールで配信するというサービスこれは無料でしかもこのタグを持ってない方も使えるというサービスを併せて提供しておりました。 でまあこういう阪神の新規事業なんですけどもどういう背景があって成立してきたかというお話をまずさせていただきたいと思いますまずですねあの阪神の経理念です使命としまして安心快適そして夢感動をお届けすることでお客様の喜びを実現し社会に貢献するというのが阪神電鉄の理念ですでその中に価値観という部分がありまして 価値観は先見性創造性これをみんな社員一度やっていこうということでかねてから阪神電鉄では時代に先駆けて新しいことに取り組んでいこうという精神が実はございますでちょうど左の下にご覧いただきますとおり中期ビジョンというところには沿線を舞台にブランド技術ノウハウを培い そこにとどまらず、沿線街にも積極的に事業を展開していこうと、こういう精神がございます。で、この阪神ですけども、実はずっとベンチャーみたいなことをやってまして、ちょっと字がちっちゃいですけども、営業を開始しましたのが、実は明治38年ですね、もう100年以上経ってます。で、その中では、例えば、高炉園の遊園地。 でから伝統電力供給事業、家庭電気供給とか、あるいはですね皆さんご存知の甲子園球場、これ、写真が出てますけれども、甲子園大運動場ということで、当時作ったときは8万人収容できるという規模でございました。そのほか、ご存知の通り、タイガースですね、大阪野球クラブという株式会社で設立しています。 これは昭和の10年。で、阪神マート、これは現在の阪神百貨店になりますが、こちらも昭和の15年。で、えー、結構珍しいのが、六甲山の人工スキー場、これを昭和39年に作っております。このような形でですね、あの阪神の歴史、現在は例えばブルーノート大阪、これはもう今、ちょっとブランドを変えまして、ビルボードライブというもの、あるいはハービス大阪、ハービスエント。 ラグザ大阪六甲ガーデンテラスリッツカールトン大阪ということで実は鉄道の収益っていうのは2割3割程度でございましてそれ以外の事業というのがほとんどの事業でございますで実は鉄道会社の中でも阪神電鉄っていうのは新規事業に対する取り組みが盛んだということでこれミンテスっていう日本民営鉄道協会 というところが出した冊子なんですが、その下ご覧いただきますと、新規事業の創出と企業価値の向上というふうに記載しています。阪神電鉄では新規事業というのにすごく重きを置いております。で、いろいろ事業を展開しているんですが、え沿線活性化という考え方もございまして、ちょうどこうですね、例えばどういうことをやっているかというと、社員に、え アアイデアを募るんですけども社員が発案したもので結構売れたのがジサイダーということで阪神電ショアというあのサイダーを売り出してですねこれが爆発的にヒットしたこともございましたという面白い会社ですで見守る目の誕生の経緯なんですけどもえ企業支援制度というのがございます社内ベンチャー制度ですねでハービスエント阪神難波線延伸 阪神甲子園球場のリニューアルこの辺が完了しまして新たなプロジェクトを発足させなければならないというところで社員を集めまして半年間企業セミナーを実施しますでいろんなアイデアを練らせまして一次審査に合格すれば調査費をもらえると2次審査に合格すれば事業化できるという仕組みがありますちなみにこれはインターネットで放送されてますけど言いますと1億円 あの社員に預けられますで、好き勝手しなさいということで、こういう制度です。で、2009年の5月に企業支援セミナーというのに私参加しました。で、オリエンテーションの場所で、まだ西尾先生と知り合う前、登下校メールをやりたいということを宣言しました。ところが、登下校メールって何やねんと。 であと公立小学校をターゲットとしたいと言っているけどそんなん本当に入れれんのというところで一度は実はここで断念しているんですね。でこの登下校メールやりたいという着想に至ったのがあの安心グーパスというのは、ね、あのピタパカードで改札機を通過すると親御さんにメールを飛ばすというサービスです。 でこれはあのピタパエリア全エリリアア全でメールが飛びます例えば阪神電車に乗れば阪神電車野田駅でしたら野田駅を乗車しました。で降りれば阪神電車梅田駅を降車しましたで。大阪の地下鉄に乗れば梅田駅を乗車しました。与田橋に降りれば与田橋を降車しました。こういったあのサービスですね。でこれがあの、えーまあ いわばこう線なんですね、鉄道の,あの駅、これに沿ってメールが飛ぶというもんだったんですけれども、これやっぱり面で広げたいという気持ちが私にだんだん湧いてきました。で、えー、実際社会ではこれ、あの犯罪マップなんです大阪市なんですね、大阪市1か月間でこれぐらいの子どもに関する犯罪が起こってます結構多いですね。ね で親御さんに不安が尽きないあと共働き世帯の増加というのもありますこれ赤いのが共働き世帯なんですけども、えー、完全に今は抜いてしまっていると、えー、お父さんだけが働いている、えー、家庭数よりも多いということになっていますで、えーまあ、やりたいという気持ちとで会社にちょっと説得するの難しいという気持ちがある時にちょうどいい機会がありましたそれは何かというと大阪市さんから電話いただいたんですね 総務省の実証実験で地域児童見守りシステムモデル事業というのをやっているとでここにちょっと赤字で太く書いてますけどもあの西尾先生がいらっしゃったと <laughs> で西尾先生が中心になってこの仕組み作りをされてましたでこれを実際モデル校が中央小学校っていう学校さんだったんですけどもこちらの保護者さんが引き継いでほしいと。 誰かこう民間でやってもらえないかという話があってえ阪神グループではその先ほど申し上げた安心グーパスの実績これは B2C 企業とお客様の直接契約で成立する事業であとあの実は関西学院さんの初頭部さんにはあのタッチ式でね入れてましてはいでえまあこういうのもありましてえ阪神やったらできるんじゃないかなということでお声がけいただいた時に ちょうど私がその企業支援セミナーに入ってましたので、登下校メールに提案をやっぱり戻しました。ちょっとこれ、仕組みの話なので、飛ばしますね。で、実際ですね、これ、登下校メールサービスを350円で使いたいですかという質問です。で、私たちが、ちょうど阪神が西尾先生にいただいたのは、こっちです。使ったことある人は、はいなんですね。 みんんな使いたいたって言うんですあすごく便利や安心だところが登下校メールを使ったことのない方っていうのはこういう状態なんですねあの頭の中で想像するしかできなくてで実際肛門通過してメールが来て何が嬉しいのっていう人が結構多かったんですね特にお父さんお母さんはなんか想像がつくみたいであなんかこうなったら便利やなとでもお父さんはですねそうなんやったら GPS の方がええやろとかですねこう何癖つけられましてね なかなか登下校メールっていうものはいいものだということが分かってもらえないこういう状態でしたで、えー、実際その登下校メールサービスを広めるには、えー、全ての関係者に良いと思ってもらう必要があるなというふうに私どもは考えましたで、えー、まず第一に学校さんと PTA さんにメリットがあるこれが大事じゃないと学校の先生お話聞いてくれませんからねで一斉メールサービスの無料提供っていうのを、えー、考えました これを入れることによって学校さんがあいいやん入れ、入れようと。学校さんにとってのいいよっていうのをまず1つですね。で、保護者さんに良さを分かってもらう。これはやっぱりお試し期間で1回使ってもらっていいものかどうかっていうのをご判断いただこう。お話だけ聞いてるとよくわからない。お父さんからすると、え、そんなに意味あんのっていうお話になる。とといううここで設、えー、設定定ししますこれ最低2ヶ月設定しようということで設定しました。 あと教育委員会さんこれはまあ公立小学校メインで入れていきましたので教育委員会さんのまあ金銭的な負担とかあと作業的な負担をこれ一切全て阪神がありますというふうなサービスの立て付けにしましたですのであの当時はですね登下校メールサービスというのはあまりこう受け入れられる要素がないものであったかもしれませんある意味こう先導する必要があったんですけども一つ一つお客様に迎合して 1> で1、えー、つのサービスを作り上げたということで、えー、見守る目の特徴の売り文句が、えー、システム導入ではなくて運用サービスとしてご提供しますとで学校様のご負担を大幅に軽減しますでコールセンターを設置しましたで ID 表とか、まあ、そういったものを配布する必要があるんですけども学校様に配布していただきやすいものに袋詰めもこっちがありますで年度更新作業これ学年変わりますとね あの先生の作業大変なんでですすけれれどもこれもこ全部阪神でしますで説明会、これもねあのややこしいお話なんですけれどもこれも阪神でやりますということでさせていただいた結果現在は、今全国の方に広がっております。現在はえ約800十17万人の児童・生徒さん保護者に配信するメール数を換算しますと大体30万から40万人毎朝配信していると。 いうことになりますで阪神間、これ一番最初に営業を始めたところなんですが、尼、えー、崎、西宮、神戸、えー、この辺りではもうほぼ100%の、えー、数で導入させていただいております、えー。例えばこの西宮市なんかご覧いただきますと、全校入ってますんで、こういう感じなんですね、えー、ある一定間隔で、えー、見守る目の設備がついている、もちろん、漢学さんにもついてます <laughs>、はい、高木小学校にもついてます。 高木小学校って、えー、と分離しましまたよねね人数多くて、ねはい、高木小学校さんというのは、ね、1,000名以上あの児童さんがいらっしゃったんで高木北小学校というあの西宮市はまだあの児童さん増えてるんですね、珍しいエリアです。で社会に受けられるサービス、えー、今日の本題なんですけれども、やはりですねあの社会の課題って何やというところを見つけ出すというのが一番大事だと思います。 えっと子供この社会の課題、これですね、私たちが見つけた課題というのは、子どもの周りに危険がいっぱい、親としては心配、ニーズは何や、それは安心できるといいなということですね、実際にじゃあ、どういうサービスを提供するのかって考えたときに、いろいろ、これ、うちのメニュー全部出てるんですけども、登下校メールサービスとか、一斉メール配信サービスということになります。 でえー、これをです、ね、やっぱりニーズをです、ね、いかにウォンツに変えるか、えーまあ、親御さんが安心できそう、便利と思っていただくような状態にするかこれはすごく大変なことで、えーまあ、命がけの条約って書いてますけどもあのすごくしんどいことだと思いますここのいかにこう、えー、ニーズをウォンツに変えていくかというところが大事かなと思います。 でえー、先動か迎合かこれは西尾先生に頂いた,いた,だいたあのちょっと直接的なんですけどもサービスっていうのは受け入れられるためにやっぱり先動していくのかそれとも迎合していくのかというお話で、えー、自らが起こすサービスこれはあの市場にあまり浸透してないサービスという場合ですけども、えー、それが、えーまあ、大きなパイを狙うブルーオーシャンブルーオーシャンというのはまあ事業があんまりない状態ですね。 そういう市場であるならばやっぱり心意気はね先動していく、まあ、啓蒙していくという気持ちが必要になりますでその方法論というのは実はお客さんが置かれている環境を鑑みてある,ある意味、まあ、迎合していくと先ほどの保護者さんとか特にあれですね学校さんとか教育委員会さんに対しての見守る目の在り方がまさにそうだったようにある意味迎合すると。 でえー、さらにサービスを進化していくとき、これはです、ね、やっぱお客様の声を聞いてで、えー、こちらから提案していく、まあ、先導していくということで、えーまあ、手段としては、まああのへあの、阪神の見守るような場合は、えー、コールセンターだったり、アンケートだったり、えー、こういった情報を活用しております。でえーまあ、ちょっと経緯は長くなるので飛ばしますで、えー。次、プログラボと。プログラボはご存知ですかねこれ、いらっしゃらないかな。 えっとプ,ラグプログラムっていうのはえっと阪神電鉄と読売テレビ阪神電車がえーっと55%読売テレビさんが45%出して今ロボットプログラミング教室をやってますこれは見守る目の兄弟として新規事業を立ち上げましたあのレゴマインドストームっていうこれですねあのレゴの教育用のロボットなんですけどこれを使ってロボットプログラミング教室をやってます今現在4校やってますね 野田阪神高槻千里中央で年度末まででに6校プラスすする予定ですでこのロボットなんですけどもこの事例ですねあの保護者のニーズっていうのは2020年プログラミング教育が義務化されるとこれは小学校の話ですで子どもにあの受け身の学習ではなく自ら取り組みやり抜く力をつけさせたいというこれ親御さんのニーズです でロボットプログラミングをこちらから提示すれば楽しみながらロボットの機構やプログラミングを学べますよということで親御さんに提示しますただこれもやっぱりわからないんですねなのでこれ先ほどと手法に似てますけども無料体験会を実施して子どもが楽しそうであることこれを親御さんに見ていただいてウォンツの換気っていうのをやってます で今度動きが出てくるのが私立の小学校さん私立の小学校さんはやはり公立小学校さんに先駆けて良い教育手法は取り入れたいという気持ちがあられますで見守る名の実績というのは実は私立の皆様に私立の小学校の皆さんにかなり好影響を与えておりまして例えばあのよく言われたのが阪神が持ってきたから間違いないだろうということであの ある種、そういう先見性のブランドみたいなものをあの作ることができまして、えー、こうなってくると先導がすごく容易になってくるというのを実感として感じてますで現在保護者様にアンケートを取って自らの勘違いを正すフェーズというのをやってますでこの見守る目とプログラムの共通項なんですけどもまず見守る目西尾先生とその仲間の皆さんに出会ってその思想、えー 安心なづくりに寄与したいといとう思想これに感銘を受けましてやはり陶芸校メールを会社の事業として立ち上げたい阪,神阪急阪神沿線のサービス安心安心なまちづくりこれに寄与したいという思いこれが湧いてきたでロボットの方なんですけどもこれは大手門学院中高さんというこれは小学校さんが見守る名導入校で ICT 教育についての相談に行った時にあの福田先生というこれ教頭先生なんですけどもロボットサイエンス部というのを顧問されてましてそこでの子どもたちの様子を見てこれは私ぜひこの授業やりたいとやはりこっちでもここでも感動してますやはりそのサービスの起点これには自らが感動してどうしてそれをするかということをしっかり考えることが大事なのかなと思ってます ともすればサービス、何を提供しようって先に考えがちなんですけれども、しっかりとどうしてそれを提供したいのか、どうやって提供したいのか、でどういうサービスに落とし込んで、皆さんに提供すればいいのかということを考えれば、おのずと社会に受け入れられていくサービスができるんじゃないかなというふうに思っております。でお話はここまでなんですけれども、いろいろありがたいことに手紙いただきます。 時間ありますかね例えばですね、このお母様,方お母様で言いますと、えー、この辺行きましょうか、えー、見守る目は登下校の時間を教えてくれるだけではなく、あ今、門を出たんだなと、子どもの姿が目に浮かび、温かい気持ちにさせてくれました、誠にありがとうございましたということで、えー、感謝される、これはやっぱりあのうちのメンバーにとりましてもね、あのすごくあのやりがいのあると。 いう,ことでうちの営業みんな言うんですね何を言うかっていうとあの私は売り込みに行ってないと見守る目の良さを説明しに行ってるだけですと,と言いますこれがあのやっぱりサービスという基本じゃないかなと思ってます、まあ、いろいろあのこういう、えー、これあのちょっと投稿を拒否されてたお子様の日常をしっかり見れてあったかい気持ちになりましたというお話ですとか えこういう形でいろんな方から手紙をいただいています。プログラムもですね、あのあったかい言葉をいただいてるんですけども、えー、まあ時間の関係で割愛したいと思います。えー、阪神高速からは以上です。ありがとうございます。ありがとうございましたいや。昔はいろいろ思い出しちゃいましたけど <laughs>、えっと僕らだけは浸っててもしょうがないので <laughs>、えっと。 あのさっきのえーとあれ西宮でしたっけ、はい、非常にあの網羅なく見守る目のさんにある意味、社会インフラ的なものにこうなっているおそらくあの阪神間のお子様、あるいはまあ関西と言ってもいいかもしれないですけど、見守る目という言葉はもは皆さんご存知なのかなと思ってるんですけど、どうでしょうか <laughs>。<laughs> そういう、はい 通電的にそうなってるっていうのもありますし、はい、もう物理的にあの、まあ、電気がいってて、はい、通信が使えてっていうのがこれだけこう広がっているっていうのは、ええ、見守り以外のいろいろなサービスの可能性も当然阪神電鉄さんお持ちだっていうことを意味すると思うんですけどちょうどあの間隔ご覧いただけますと、あのー、小学校のある場所っていうのは絶対隣り合ってないんですね。 で人口密度が高いところは割と集まってますで、えー。薄いところは薄まっているというふうな形で割とあの地形的 <laughs> 配置がです、ね、あの絶妙になってます。で、電気通ってる、通信通ってる、でえー、今流行りの IoT に活用,あの活用できるんではないかというふうに今、目論んでます。えー、いろんなセンシンシグ の機器を置けば、えー、いろんなデータが取れる、えー。まあ例えば気象なんかでしたらゲリラ豪雨という今問題も起こってます、えー。こういったことに今活用できればなという気持ちがございます。はい。まああの見守りといえば子どもだけに限らず今はね、はい、年寄りも見守らないといけないですし、どんどんその対象が増える一方ですね。はい。見守ることはいっぱいあります。はい。わかりました。じゃああの時間もあれなので次の。 ご発表に行きたいと思います、えー、坂本さんからはい、はい、よろしくお願いしますはい 改め、えーえーえー、まし、あ、て、きょソニーモバイルコミュニケーションズから、えー、と来ました坂本と申します。えー、と本日はです、ね、あの社会に受け入れられるサービスの作り方という、まあ、テーマに沿って、えー、と今日学生さんとかが、えー、とメインかなというふうに思いますので、えー、と私はあの西尾先生の下で、ちょっといろいろ勉強させていただいたことをちょっとベースに、えー、とお話しさせていただければなというふうに思います。はい はいでえっと、ちょっと最初にです、ね、自己紹介させていただきます、えっと、改めまして坂本典明と申します。えっと、私は、ねえっと、2004年に、えっと、立命館大学の情報理工学部の方に入学させていただきました。えっと、このの当時です、ねえっと、立命館大学学学、えっと、理工学部の情報学科 から、えーと、情報理工学部に、えー、と移って、一年目、私、一期生ということで、えーと配属えー、入学させていただいてます。でまあ、情報理工学部の方は、ですね。三回生の後期に、えー、と研究室配属というところで行,わていただい、えー、行っていったので、えー、と指揮たす環境研究室。えー、と西尾先生の、えー、と研究室に、えーとまあ、ちょっと飛び込む、という感じになってますで、えーと。当時ですね、西尾先生の研究室って。 すごい厳しいというお話を聞いていたんですけども、せっかくあの大学に来ていろいろ勉強させていただくというところで、厳しい環境において、しっかりと勉強していこうという気持ちで入ったんですけども、厳しさって結構ね、西尾先生、かなりこう生徒のことをこう伸ばそうというえっと意識がえっとかなりこう感じられるえっと厳しさだったというふうに思っております。 その後、委員に住みまして、2010年の方でソニー株式会社の方に入社させていただいていました。当時は業務用機器の製品開発の方を担当させていただいておりました。ソニー製品って皆さんカメラとかテレビ、あとはウォークマンとかですかね、ここら辺って皆さん身近なところであるかなといううふに思うんですけども、実はソニー製品って放送局とか そこら辺のえっとところに強いというところがえっと実はあります。えっとまあ放送局って。まあ、役者さんとかをカメラで撮って。 でその映像を編集して、えー、と皆さんの、えー、とテレビに配信するといった一連の流れがある中で、まあカメラえー、とソニーのカメラの技術とか、えーとまあ、映像技術ですねそこら辺が、えー、と役に立っているというところで、えーとまあえー、そういった、えーまあ、ビジネスというところもいろいろあります、まあ、あのホームページの方にほうに製品一覧みたいなのがあって、えー、と業務用製品はこちらみたいなのがあって あのまあリンクがありますので、興味のある方、ちょっと見ていただければいいと思うんですけれども、非常にえと幅広くえと業務用製品というところをやっております。 でえっとその後ですね2013年の方で、私はもともとモバイル製品をやりたいというところに入社させていただいたので、社内応募という形でえっとソニーモバイルコミュニケーションズの方にえっと転籍させていただいて、現在はエクスペリアのソフトウェア設計開発というところをやらせていただいています。 でまあ、ちょっと参考までになんですけど、えっと、大学時代の研究テーマのあの卒論修論のタイトルをここにちょっと書かせていただいたんですけど、えっとまあ、私ですねそのコンテキストアウェアネス、まあ、いわゆるユーザーの行動分析というところを中心に研究させていただいておりましたで、えっとまあ、ちょっと研究するにあたってですね、えっと、当時ちょうどこうスマホが、えっと、出てきた、えっと、年ではありますとなのでスマホって実はあのいろんなセンサーが 入ってるんですね、まあ、加速度センサーだったり、えーとまあ、ジャイロも入ってますし、まあ、GPS 使えば位置も取れると、Bluetooth で周りにある端末の情報とかも分かると、まあ、そういったいろんなセンサーが入っていて、かつ、えー、と人がずっとこう持っているものなんですよね。であれば、そこからどういったユーザーの行動が取れるのか。 でそさらに、えっと、その、えっと、行動からどんなサービスができるのかみたいな、まあ、そういった、えっと、研究をさせていただいておりましたでちなみにここで研究する中の副産物として、えっと、ちょうど先生ね、えっと、iPhone を購入したんですかね当時で iPhone で、えっと、ちょっと使わせてくれと言って、えっと、iPhone のアプリケーションを書いて、えっと、位置情報を 常にこうえーとサーバーに上げるっていうアプリケーションを書いて、先生にずっと持,たして <laughs> あ持っていただいて、生活していただいてました。で、そのデータをですね、iPhone じゃないよ。え、iPhone でしたよ。iPhone、iPhone そういうプログラム書けないよね。iPhone3G。そうだっけアンドロイドでしょいや、結構ね、あれ、苦労した記憶があるんで。で、えっ、ー、とー、まあ、それをまあサーバーにアップロードして、かつ、 えとその情報をえとまあ研究室にあるディスプレイのえと,ところに表示すると、Google マップ上に全部表示されていると、なんでえと先生ので、先生がどこにえと行ったのかとか、どこに立ち寄ったのかとか、さらにはあれですかね、先生がこうあの出勤するところも分かるんですよね。 なんで学生としては、あやべえ、先生来た、じゃあちょっと片づけようかみたいな、そういった使い方をよくやっていました、はい、<laughs> 何を片付けるの <laughs> まあちょっとお察しととというこではいえあのまあそういうユーザーの行動っていうところってまあ結構いろんなまあサービスとかに応用できるかなというふうに思っていますのでまあちょっとお遊びがてらえとそういう研究をしてえさせていただいていましたそして先生もそこに乗っかっていろいろ情報を開示してくれると、はい、非常にえといい研究室だったかなというふうに思っています。 でえーとまあ、ちょっと話取れますけど、最近のお気に入りなんですけど、スパークエレクトロンっていって、まあ、3G ネットワーク接続できるアルディの、えー、と互換機というところで、まあ、これをちょっと使って色々、いろいろ個人的にゴニゴニしようかなというふうに思ってます。はい、参考までに。でですね、えー、と私今、今、えー、何やってる人なのかっていうお話なんですけど、えーとまあ、ざっくり言うと、エクスペリアをサクサクにするお仕事をさせていただいてます。であちなみにエクスペリア使ってる方ってどれぐらいいらっしゃいます ありがとうございます <laughs> で、えっとまあ、私あの、ソニーモバイルに、えっと、の行ったときに、エクスペリアいろいろちょっと触らせていただいたんですけど、なんだろう、こう不満がいろいろありました。で、えっとまあ、まず何よりも、きびきび動作してくれない。で当時 iPhone とかやっぱり強かったんで、まあ、今も強いですけどあの、iPhone と比べると、やっぱりこうガクガクするとか、 指に追従してこないとかで、まあ、あとは、ね、バッテリー持ちがちょっと悪いとか、まあ、そういった不満がいろいろあったので、まあ、そういったところをまずユーザー不満を解消しようというところでいろいろ提案させていただいて手法だったり技術的要素もいろいろ検討させていただいて現在のエクスペリアができている。 エクスペリアと一言に言っても、実際にはこの Qualcom のチップセットのベースの上に Android フレームワークが乗っかって、それが筐体に乗ると。ただ、これを組み合わせて、ただリリースすればいいっていうもんでは全然なくって、結局のところ、やっぱりエクスペリアならではのチューニングだったり、味付けみたいなのが存在します。なので、そういったところで、いわゆるこの、なんだろうな。 まあユーザーの不満って最近よく聞くのはやっぱりまだバッテリー持ちとかなんですよね。えっと、結構まあ皆さんこうスマホを使っている中であのまあ充電切れちゃったとか結構やばいよみたいなお話があったりしますしまあ逆に一方でえっとまあパフォーマンスですよね。やっぱりヌルヌル動いてほしい、きびきび動いてほしい、こういった要求があります。ただえっとまあどうしてもバッテリーリソースっていうのが限られる中。 えー、CPU 分回せばそれ,はそれ,で、えー、とそれなりに響き,びきり動いてくれるんでしょうけど、えー、とそうするとバッテリー持ちが悪くなってっていうパフォーマンスとバッテリーって結構相反するものでかつ、えー、とみんなが求めるようなものなんですよねでこういったバランスっていうところをうまく取りつつエクスペディアとしての製品として、えー、と世に出しているというところではあります。はいまあ、っていう 活動実は、えっと、いろいろやってるんだよっていうところを覚えて帰っていただければなというふうに思いますはいちょっとエクスペリエンス宣伝っぽくなっちゃったんですけど、はいえっと、本題にいきます で、えー、っと、まあ、私ですね、えー、っと、まあ、先ほど、えっと、ご紹介にあったように、えー、っと、学生時代ですね、先生のもで、えー、っと、いろいろやらせていただいてました。で、その中の一環として、えー、っと、指、揮たす、街角、見守り、ロボット事業の、えー、っと、まあ、事業間にあたってのですね、えー、っと、いろいろ、えー、っと、検討等を、えっと、やらせていただいてます。で、これもちょっと若き日の西尾先生ですね。<laughs> <laughs> そして、若き日の私が。 あのいますでこれ、大学4回生ぐらいの年ですね。はい、で、えーと、こちらはですね、3、えー、学間連携で、えー、とモデル事業として、えー、とやっておりまして、まあ、目的というか、えーと、実現したいこととしては、地域で、えー、と児童を守るっていう、この意識の醸成だったんですねでそれに、その目的のために、まあ、いわゆる電子タグとか、まあ、当時、ガラケーでしたけど、えーと、携帯電話とかを使って、えーと、児童の安心・安全を確保する。 これ、総務省から予算は下りているんですけども、それは1年目だけで、実際の事業化ですよね、お金をいかに運用費をちゃんと賄いながら運営していくかっていうところも含めての検討だったので、実際に事業主から広告収入とか、そういったものでちゃんと運営費を賄うモデル作りというところをキーワードとしてやっておりました。 でまあちょっとシステム概要としてはまああの細かくは語りませんけどえっと当時、自販機の上にこのボックスを置いてありましてでまあ今でこそこういったえっとタグがありますけどもえっとまあそのまあ前身となるまあタグ付きのえっと防犯ブザーですねはいそれをえっと生徒が持ってえっと投稿すると自販機のあのボックスの中には えっと、タグのリーダーがついていてで、えっと、生徒がこの自販機の前を通ると、えっと、そのタグが反応すると、でそれが、えっと、データセンターに収集される、でえっとまあ、いわゆる投稿の,このルートですねで、ルート通りに来ていてで、かつ、校門前を通過したといったときに、えっとまあ、親御さんに、えっとまあ、生徒が投稿しましたよみたいな、えっと、メールが届くと。 でそのメールに、えっと、地域の事業主の広告とかクーポンを載せてでそこに載せるために、えっとまあ、事業主は、えっと、お金を払うという仕組みで動いておりましたで、まあえっと、防犯ブザーを、えっと、生徒が持っているので防犯ブザーをきますと引いたら、まあ、防犯ブザーなんで音は鳴るんですけどかつ、えっと、音が鳴るだけじゃなくって その位置情報とかも地域の見守り隊みたいな組織があってその人たちにメールで飛びますでここの場所で子どもが危険にあってますとなんで駆けつけてくださいっていうところでメールが飛んで駆けつけてもし子どもがいなかったらいろいろ探さないといけませんよねというところで即興的にグループ支援ができるようなシステムっていうところを構築してまああの地域の えっとまあ防犯意識というところをえっと高めるためのサポートというところが実現できるといった仕組みになっております。で、実際ですね、これをまあえっと実験するにあたってはいろいろ困難はえっとありました。 でまあ、私はあの学生としてえっと参加していたんですけども、まあ、やっぱりこの世の中をなかなか知らないという状況でえっと参加していたので、まあ、そういうこともあって、いろんなステークホルダーがえっとそこに存在するんだなというところが分かります。えっとまあ、大阪市だったり、まあ、当時、富士電機さんに入っていただいたり、えっと、大阪市立のまあ中央小学校が実証実験の場だったので、中央小学校のえっと方々、で広告主、保護者、生徒と。 まあいろんな人が絡む案件で,でいろんな人の意見とかがあるのでまあそこのコンセンサスえとどう取っていくかっていうあのお話だったりであとはえっと学生としてまあなかなか開発経験っていうのをない中でえっと企業の方と,えっとしまあこのみんなが使ってもらうこのシステムっていうのをいかに開発していくかっていうところえっとここら辺がえっとなかなか難しいところだったのかなというふうに思っています。 でえーとまあ我々あは広告配信システム系全般をちょっとやらせていただいたんですけども、いろいろバグとかで、えー、とご迷惑をおかけしたところとかもあります。はいでえー、とちなみにこれ <laughs>、途中ですね、まあ、先生、あのまあ自えー、と海外留学と、某自社に <laughs>、はい、海外留学とかも行ったと,ところもあって、えー、となかなか、はい、学生単体でこういう場に乗り込むと。 いたところもやっていたので、まああの結構緊張しながらあのまあ、ただいい経験をさせていただいたと思います。はい。まあ、ただ先生あのちゃんとここら辺もサポートしてくれていて、えっとしっかりこの打ち合わせの場にはえっとちゃんと参加していただいていました。というのもえっと海外留学作家スカイプで。 入ってていいただいてでえっと僕はこの先生というの,のの PC を持ってそこに参加して先生とのビデオ通話のサポートをしたりまああのたまにこうビデオ通話が途切れたときとかあったんですけどそのときはまあ先生とチャットしながらはいあのまあこう企業の方々とまあ先生になりきってちょっと話したりというところをやっていました、は。い でえっと、ただ、ですね、まあ、実際、ローンチしてから、えっと、結構さらなる苦労っていうのがありまして、えっと、もう不具合の報告というか、まあ、いろんな意見がえっと出てくるんですよね。でえっと、例えば、登下校完了通知が来ないとで本来、毎日毎日ちゃんと,えっと完了通知が来てあこれで安心だねってなっているシステムなのにもかかわらず登下校メールが来ないっていうことはなんかあったんだ、やばいってなってでも実際、あ、のー 学校に問い合わせてみると,えっとまあちゃんとつあの通学してましたよと学校来てますよという情報がえっとあるのでまあ,あれこれ本当にシステム大丈夫なのっていうえっと不安を逆にえっと保護者の方に与えてしまったっていう事例があります。あとはまあ結構子が防犯ブザーの紐ああ紐ですよね紐を なんか不意に引っ張ってしまうケースとかもありまして、結構、子どもってランドセルにこう防犯ブザーついてるんですけど、ランドセルをこう何だろうな結構雑に扱っちゃうケースがあって、それでそどっかに引っかかって、う紐が抜けちゃって、学校にいるにもかかわらず、通報されてしまうといったケースとかもありました。 であとはまあシステムダウンとかまあ広告配信がされないとかいろいろバグとかもあってえとこれ本当に大丈夫なのとかいろんな意見がえと寄せられました。なのでえとまあちょっとこういったえと意見に対してえとまあ逐次えまあやり取りしながらえと改善していったというえと経緯があります、はいで。ここから学んだこととしてはですね えっとまあ、ちょっと分かってはいたんですけども、えっと、実際にやってみるとなかなかうまくいかないことっていう感じで、えっと、人に使ってもらうこととは何ぞやというところなんですよねで、えっとまあ、あの最低限このシステムの信頼性って、えっと、損ねてはいけないで1回損ねてしまうと,、えっともうユーザーはなかなか戻ってきてくれない。 でかつこの不具合というのがどんどん,どんどん起こってしまうと、どんどん,どんどんユーザーが離れていってしまうんですよね。で、えーとまあ、結局、最終的には使われないサービスになってしまいがちというところがあります。なので、えーとまあ、こちらとしては、えー、と非常にいいサービスなんで、これ、使ってもらえるだろうという前提で、えー、となかなか入っていくと、えー、とそれは結局のところ、えー、と良くないことということになっちゃいます。 はいでえっと、あとは改善プロセスのお話なんですけども、えっと、いろいろ不具合の報告とか寄せられますで、えっと、これ使えないよって意見とかも寄せられますでそういった意見って非常に重要で、えっと、フィードバックを、えっとまあ、投げてくれるっていうことはちゃんと使いたいっていう意図があるっていうこと。 でそういうユーザーっていうのは、えっと、かなり大事にしないといけないところかなというふうに思ってます。なので、そのフィードバックを受けてから、スピード感を持って、ちゃんと改善して、えっと、どん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 いいサービスにしていく、ブラッシュアップしていくっていうプロセスっていうのは、えっと、非常に大事なのかなと。はい、で、えっと、あとはですね、こう結構これ、口酸っぱく言われるんですけど、何を実現したいかっていう軸、ここは、えっと、絶対持っておかないといけないです。 でえっと、どんなこの新しい価値っていうのを実現したいのか、でそのためにどうしたらいいかっていう、このステップが非常に重要で、えっとまあ、いわゆるトップダウン志向という感じなんですけど、えっと、結構あの技術者に陥りがちなのが、まあえっと、こういう技術を使って、こういうサービスを実現してみようみたいな、こういう技術があるから、なんかちょっとこ,こ,これ作ってみましたみたいな。 技,技術ありきでえっとスタートしてしまうっていうケースっていうのがただあります。まあ、ちょっと会社の中でもいろいろあるんですけどあのそういったものをマインドをちょっと変え,変えないといけないかなというふうに思ってます。で、えっとまあ、イノベーションノットイコール技術革新というえっとキーワードを書きましたけど、まあ、例えばちょっと iPhone の例とかをえっと出すと、まあ、iPhone ってまあイノベーションのまあえっとまあ例として結構挙げられるんですけど iPhone って、これまで,それまでスマートフォンっていう概念はあったんですよね。ただ、スマートフォンはえっとキーボードとかあ、あとスタイラスとか、そういうもので操作するもの。でも、iPhone はそれをすべて取っ払って、タッチパネルしましたと。そっちのほうがえっと使いやすいでしょうと。 まあそういったえっといわゆるこのイノベーションってこう技術の革新っていうわけではなくてこれまでの使い方を新たにしました捉え方を新たにしましたこういったえっと新しいまあこう考え方っていうところありそうでなかったものみたいなそういう概念だと,えっと思っていますまあこれ多分ウィキペディアとかで調べると同じようなこと書いてると思うんですけどまあそういったえっとイノベーションのとイコールか技術革新ここはちょっと考えないといけないようなところかなという,ふうに思っています。 でえっと、あと、ですねこれは特に西尾先生の研究室で、えっとまあ、あのよくこうあの言われることなんですけど、まあステえっと、ステークホルダーの認識ですねあのこれ、このサービス作って誰にとって本当に嬉しいので、えっと、逆に困る人はで既存のやり方でこれ本当に実現できないのとか。 なんかえっとそこら辺のえっとまあこれも一応あのトップダウン思考というところでえっと誰にとってえっと嬉しい新しい価値をえっと実現するかというところをえっとまあ考えていく必要があるのかなというふうに思っています。ちょっとこれご参考までになんですけど2011年。 12年頃からかな、と結構言われたしたことで、リーンスタートアップの概念です。リーンって無駄がないとか効率的な。で、スタートアップ立ち上げというところで、皆さん、アジャイル開発とかえっとやられている方も結構い,るいらっしゃるかな。この概念は分かっている方は結構多いかなというふうに思いますが、とこことまあいわゆる顧客価値をえっと融合していくえっとお話。 でえっとまあ、実際にこのサービスを開始するにあたって、えっとまあ、これまでのやり方だったら、えっと、ウォーターホールモデル、っ、まああのー、って言って言、まあ、ずっとこうなんか新しいものを作りますで、こういう機能、こういう機能、こういう機能必要ですよね、ガーって開発して、じゃあ、いざリリースしました。そしたら、えっと、実際ユーザーはなかなか使ってくれません、これ使いにくいですとか。 えっとでもまあそ、あのそのリリースまでにかなりの工数と時間を割いて、えっと、お金も使って、えっと、それを出したのにかからずなかなかユーザーが使ってくれずそれがペイできないというところでサービスがえっとポシャルということが多々あります、まあ、過去にもいろいろ事例はありますが、えっと、そういったものではなくてこの考え方はこのアイデアをもとにもうバーッとこうプロトタイピングしちゃって えと短期間でも開発終わらせちゃいます。それをえっとまあちょっとミニマムセットとしてえっとユーザーにリリースして、ユーザーはえっとそれを使っていろいろフィードバックが来るので、それをまあすぐにこうまたえっと反映してえっと作っていくと。それでどん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 んこのイテレーションを回していくことによってえっとまああの顧客のニーズに即したまあ製品とかサービス、それをかつえっと効率的に さらに言えば、えっと、リスクも少なく、えっと、開発していくといった手法になります。でまあ、ここら辺の仕組みはですね、えっとまあ、私自身も、えっと、持っておりまして、えっと、会社の中でいろいろサービスを立ち上げるときには、まずはちょっとプロタイピングしてで、社内的にも、まあ、社内で使うツールとかでもそうなんですよ。あの実際に、えっと、ツール作っても、ユーザーが、えっと、それ社内にいて、でもそのユーザーはその、 まあツールに対して、それは便利だね、俺は便利だと思って出してるんですけど、でもなかなかこのツール使いにくいとか、そういったことってよく言われるので、ちょっとそういったまあ社内の,このでしょうねちょっとしたことに対しても、まずはちょっと簡単なものを出して、それのフィードバックもらって、さらにそれをちょっと反映させて作ってもう一回出すと、そういったこうサイクルを回していく。 っていうことがいろいろ使われるえーとサービスを作っていく上でえと非常に重要なのかなというふうに思っています。で、ちょっとまとめになりますけども、私からはまあちょっと学生時代の経験をもとにいろいろサービス開発の考え方っていうのを紹介させていただきました。で、ちょっといろいろ学生時代に苦労した経験とかも語らせていただいたんですけど、やりたい苦労はちょっと勝手でも <laughs> あのしていくことが非常に重要なのかなと。 お金いらないんです。<laughs> いくらでもあげます <laughs>。<laughs> <laughs> あ、今の学生さんに言ってるんですけど <laughs>。<laughs> はい。で、えー、っとまあイノベーションのとえー、っと技術革新とでえー、っとまあ社会に受け入れるサービスの作り方なんですけど、まあやっぱりこう優れたさえー、っと製品とかサービスこれを自分で思ってるだけじゃなかなかこうえー、っと受け入れられないので、じゃあ実際に受け入れられるためにはえー、っとユーザーのフィードバックを素早くえっと入手してでそれをえっと製品に反映していって えっと、まあ、ビジネスとして回していく、まあ、えっ、ー、と、国開発モデルとして回していくっていう。このモデル作りっていうところが、えっ、ー、と、非常に重要になってくるのかなというふうに思っています。というのを、ちょっとかた、頭の片隅に入れて、とはいえ、えっ、ー、と、楽しく。ちょっと開発していっていただければなというふうに思います。はい、以上です。はい、どうもありがとうございました。えー、っと。小坂さんにはいろいろ <laughs> 持ち上げていただいたんですけれども、あの、まあ。 私たちが最初にやってた時には、やっぱりユーザーさんに何が受けるかっていうのがあんまりよく分かってなくて、とにかくいろいろな手を打ったんですよね。で、その中で、えー、うまく抽出されたものが、例えば登下校メールだったっ、はい、陶芸校メールにあの絞って最初はししました、はい、で、一つのことを誰よりもうまくやるっていうのがすごく重要なのかなっていうような感触を持ってまして。 あの非常に雑多なことをいろいろやってみて試すっていう実証のフィールドでお互いこう鍛えられてその中でそれをうまく直された小坂さんが今のプラットフォームをこう勝ち得ているっていうところもあるんじゃないのかなっていう気がしますアンケートをですねあのくまなく読まさせていただいて実証実験のであの一番ポイントだと思ったのがタグの読み取りなんですねであのやはり 来ない時があるっていうのは実は実致命的で,で私どもこれ採用してるこれ大阪の中小企業のマトリックスさんっていう会社が作られたタグなんですけどもあの自,動自転車の競技用の正式な機材になってましてあの計測用なんですねなので読み漏れ起こすどころかタイムも正確というものを使ってますやっぱり値段高いですだけどやはりそのサービスの肝となりますんでまあ受け入れられるサービスを作るには これがまず必要だなというところで選択しています、はい、あの会場から何か聞いてみたいことがおありの方いいらっしゃいますか,うでしょうかじゃあちょっと考えておいていただいて若い方いらっしゃってるのでぜひあのお二方からメッセージをいただければというふうに思うんですけれども社会に出て皆さんあのこれから働かれると思うんですけどあのやはりねあの 仕事をしてて一番何が嬉しいかっていうとだと思いますで、えーまあ、例えば見守れの場合でしたら、まあ、保護者さん、まあ、お子さんも、ね、あの実はあの今社会に対してすごく不安がられてることっていうのもあの市場調査としてありましたんで、まあ、そういったものを解決したりとかあとプログラムの場合でしたらあのお子さんがまあ喜んで,であの今まで自分なかなかこう、ね、あの席について勉強できなかった子でもまあやるようになったとかですね そういう形で、まあ、いろんな形であのいあの社会に役立ってるなと実感できることってこれが、まあ、あの人が働いてまあ生きていくという上で一番大事だと思いますでそれはあの人それ,ぞれそれぞれだと思いますので皆さんの,あの自分の得意分野というのをどんどん伸ばしてで、えー、大いにあの社会に役立つ人になっていただきたいと思います。 あじゃあ私からはですね、えっとまあ、私もまあ数年前までちょっと学生だったというところもありますので、えっとまあ、皆さん、学生の時ってもう本当にこう今、僕からしたらすごい羨ましいんですよね。知らなくてもいろ、えっとまあ、んな人に聞いて、えっと、ちゃんと、えっとまあ、回答を得られるとかいろいろチャレンジできる環境にはあると思いますので。 ぜひそれをちょっと今、自覚して改めてちょっと自覚してもらってえと例えばいろんなえっとセミナーに参加してえっといろんな人とディスカッションしたりあとはまあ結構こうシステム開発をする上で非常に重要なのがえと技術力だけじゃなくってコミュニケーション能力ってまたこれもじゅあの技術と並ぶぐらい重要であの結局、1つのサービスで個人で作れるわけではないんですよね。 なんでいろんな人とそこの調整とか、そこら辺もえっと含めてえっとが開発だというふうに思っていますので、いろんな人と一緒に開発する経験っていうところも、ちょっとそこら辺もちょっと意識して、進んでいっていただければなというふうに思いますはいありがとうございました。あの会場かかかから何かありますかいかがですで はいではあのー、お二方どうもありがとうございました皆さんどうもありがとうございました,ましたこれでパネルを終わりたいと思いますでは以上をもちましてパネルディスカッションを終了いたします今一度パネリストの皆様に盛大な拍手をお送りください